こんにちは、菊池伊織と申します。東京生まれ湘南育ちのアーティストです。この絵を違う場所で描いたら意味がなくなっちゃう絵は描きたくないみたいな、ここにあるからこそ成立して感動したり何かを伝えられる、そういうアートを描きたいなと思って今日も描いてます。タイトルが Bloom Where You Are なんで、その置かれた場所で咲きなさいっていう意味を込めて花を詰め込んだんですけど、花言葉が祝福だったり、あと歓迎したり、老若男女問わず自分を振り返られる切手に来てくださった人を祝福するような絵を心がけて描いております。大阪出身のアフロがトレードマークのアーティストの恵美田奈治です。私の絵を見て悲しい気持ちで泣けたりとか、はたまたいつも浮かないなって思ってたその日が、作品を見てちょっと頑張ろうと思えたりとか、なんかそういうきっかけの一つとして何かの心持ちで影響してもらえたら本望だなと思います。共存共鳴みたいなことをずっとテーマに書いているんですけど、虫がいて植物があって、まあ、水が流れて風が吹いて酸素があって、まあ、動物が生きて、その動物の代表を今回狼にして、それがこの東京の大きいビルの都会の中に動物や植物が描かれているものがあって、もうこの時点で結構共存だと思ってるんですよ。小田裕二と言います。ペインターです。東京の中心で壁画を描くって言った時に、自然と共存しながら発展していく都市みたいな理想の形みたいのを思って、自分はそのこのビルの中に自然を描こうと思って、なんでこういう形にしたかっていうと、浮世絵とかもそうだけど、やっぱデフォルメされたものっていうのは一つ日本のその昔からある特徴的なところなのかなっていう、そのまま描かないというか、波、葉っぱ、風っていうのをデフォルメしてパターン化しているっていう。